名古屋ドームです。セ・リーグ公式戦、中日ドラゴンズ対読売ジャイアンツの一戦です。解説は小宮山悟さん、西俊彦さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。さあ西さん、今日のゲーム見どころはどのあたりでしょうか。そうですね、やはりドラゴンズの打線ですよね、はい、相手は苦しくなっても表情に出るようなピッチャーではないですから、1点が重要なゲームになると思いますよ。そのあたりも注目ですね。さあ、この打席でシーズンホームラン記録の更新はなるのでしょうか。マッチ、打った、センターに強い打球、伸びていく、どうだ、どうだ、打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう、セカンド送球、これでシーズン最短打記録を塗り替えました。ツーアウトランナー三塁二塁。さあ、ドラゴンズ先制のピンチです。やはり先に点をやりたくないのでね、ここは集中ですよ。なるほど、そうですね、まあただ相手がチャンスによく打つバッターですから、ここは配球には気をつけていきたいですね。まずはボールから入りました、釣り球、しかし誘いには乗りません。チェンジアップには反応しません。ボールです。ストライク入りません。外へのストライク。バッターの坂本、今シーズン得点圏での打率は、このボールは外れてフォアボール。これでツーアウト満塁。初球バットが回ります。いい当たり、ファウルか、切りました、ファウル。フェアならば先制かというところでした。右に消えてファウル。外の低め、見極めます。おっと、どうだ、切れました、ファウルボール。外の球打った、セカンド抜けていった、ホームに送球する、サードランナーがホームに帰っていきました。ジャイアンツ先制しました。1対0ドラゴンズ。さらに満塁のピンチが続きます。先制点を奪われてしまいましたが、いかがでしょう。そうですね、こういう場面ではやっぱり怖い存在ですよね。立ち上がりを攻められて先制点を奪われました。西さん、やはり強いチームというのはバッティング、ピッチング以外にも守備もいいというふうに思うんですが、いかがですか。まあ、当然ですよね。とにかく得点をするということの以前にまず失点をしない、ここは大事だと思いますね。そうですね。ジャイアンツマウンドに上がるのは先発の笠原、これから注目の立ち上がりになります。大島が打席に入ります。現在打率は3割を上回っています。好調の今シーズン、変化球空振り。小宮山さん、序盤をリードで迎えた展開なわけですが、この後どのようなピッチングが必要になりますか。いや、もうとにかく無駄な走者を出さないことですよね。この1点につけると思います。ランナーを出さないピッチングができるかどうか。改めてお聞きします、バッターボックスの岡本、どういうバッティングスタイルなのでしょうか。まあそうですね、状況にもよりますが、基本的にはボールを強く叩こうとする。インサイド落ちました、ヒットになった。これで4試合連続のマルチヒット。ノーアウトランナー1塁です。バッターボックスには4番岡本、ドラゴンズはピンチを広げています。さあ、点を許したくないこの場面、まずはボールから入りました。右中間へ、ワンバウンドヒットになった、ホームに送球、右中間へのヒット、これで4試合連続の猛打賞。そして打席には坂本が入っています。ここは気の抜けないバッターが続きますね。さ
さあ、なおもピンチが続き満塁の場面。まあこの流れをここでしっかり勝っておきたいですね。なるほど、そうですよね。ここはできれば三振。インサイド打った、サードうまくさばいて二塁フォースアウト。取らなかったがアウト、ダブルプレーです。ホームラン打って同点にしたいな、なんとか。4番バッター岡本、今日はここまで猛打賞を記録しています。ワンアウトランナー一塁です。ここはゲッツーを取るようなピッチングになりそうですね。そうですか。あー、最悪。2塁アウト、一塁転送はアウト、ダブルプレー。先ほどのプレーです。見事ダブルプレーに仕留めました。そうですね、まあ、ピッチャーからすれば理想的な打ち取り方ですよね。岡本が外されたかな。当たったわ、その前に。ドラゴンズが見事勝利を収めました。西さん、非常にいい具合に流れに乗って試合を進められたんじゃないですかね。そうですね、展開としては、ね、理想的でしたからね。チームとしてもいい勝利だったですね。そう、いい流れ、明日も期待しましょう。勝ったドラゴンズ、大きな今日は勝利になりました。一方のジャイアンツですが、痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームはドラゴンズが見事勝利を収めています。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで名古屋ドームから失礼いたします。